関東のパスもスイカ加盟事業者利用可能駅では、どちらのカードも共通で、鉄道乗車に使用可能である。首都圏 IC カード相互利用サービスは、東日本旅客鉄道等が発行する IC カード乗車券 Suica とパスモが発行する IC カード乗車券パスモについて、お互いのエリア内の交通機関を相互に利用可能とし、合わせて電子マネー機能を含めた、 双方が提供する主要なサービスを相互に共通利用できるサービス。2007年3月18日にサービスを開始した。首都圏の民鉄、バス事業者がパスネットバス共通カードの後継となる IC カード乗車券としてパスモを導入するにあたり、当初より JR 東日本が先行導入していた IC カード乗車券、スイカとの相互利用を念頭にシステムを構築してきた。 この成果として、スイカとパスモでは、センターシステム系の仕様を共通化し、両社のシステムを IC カード総合利用センターで接続。機器仕様やソフトウェアも両社で共通化し、様々な乗車パターンに対応できるよう共通化を進め、2007年のパスモ新規導入日からサービスを始めている。共通利用可能な内容は以下の通りで、 単なる共通利用だけではなく、双方の独自サービスについても共通化を進めている。利用にあたっての手続きなどは必要ない。導入当初は IC 乗車券としては JR 東日本では Suica の首都圏エリアのみに限って導入され、PASMO は対象事業者99社のうち52業者に導入、その後エリア拡大という手法を取った。このため Suica を導入していた仙台、 新潟地区で自動改札機の投入口付近などにパスモはご利用になれませんと書いたステッカーが重付されていた3月29日より仙台新潟地区でも導入されている2008年から2010年にかけ各地方の IC カードと相互利用サービスの拡大を続けていたが2013年3月23日に交通系、 IC カード全国総合利用サービスが開始され、キーとかトカアイコかシュゴかピタッパマナコモカ、か、早かケンとスイカパスモとが、それぞれのエリアで一斉に、総合利用可能になった。また、ピタッパを除いて、電子マネー機能の総合利用も、可能になった。なお、パスモエリアの内関東鉄道と千葉都市モノレールは、従来通り、スイカとパスモでのみ、利用可能であるほか、 オートチャージ及びバス利用特典サービスも Suica p 限定のサービスとなっており、交通系 IC カード全国総合利用サービス開始後も首都圏 IC カード総合利用サービスのスキームが現存する形となっている。Suica p いずれのエリアでも改札機に Suica p をタッチすることで入金残額から自動的に運賃を差し引く。連絡割引等についても 自動的に適用される。なお、一度に生産できるのは4事業者分までである。途中一度も改札口を通らない場合は、県内で最大6事業者までの連続乗車が可能だが、運賃計算上5事業者以上になる場合は、窓口での生産となる。Suica と PASMO は IC カードの1枚使用が前提であり、時期券で可能だった自動改札機への2枚投入や、 他の乗車券類との併用が自動改札機ではできない。一部事業者間の連絡改札口や新幹線の連絡改札口では、時期券、IC カードの同時使用が可能で、この場合入場時の乗車券に関係なく、時期券を挿入してから IC カードをタッチする。なお、自動生産機では定期券情報、入場記録のないものに限り不足賃の支払いに使用可能である。 定期券で県面の区間外を利用する場合も、出場時に自動生産される。なお、県面区間を経由して、区間外の駅同士の相互発着となる場合は、区間外運賃の合計と区間内も含めて、投資で計算した場合の運賃を比較して、低廉である方の運賃を差し引く。連絡定期券の発売範囲は、サービス会指示に、 従来の時期定期券の発売範囲に加えて、多摩都市モノレール、ゆりかもめ、横浜新都市交通の3社に拡大された。なお、IC 乗車券の2枚同時使用はできないため、途中改札を通らない経路で2枚以上になる場合は、従来通り時期定期券を使用することになる。なお、町田駅など、連絡運輸が締結されていない駅や、連絡運輸を行っている場合でも、 連絡改札口が設置されていない駅などでは2枚の IC 定期券を所持することも可能ではある。2008年3月以降、発売範囲は大幅に拡大され、前述の町田駅連絡を含め多くが発行可能となっている。なお、スイカパスモのチャージ残額を使っての振り替え輸送には対応しておらず、実際に乗車した交通機関の運賃が引き落とされる。 普通運賃の計算方法について、普通運賃は実際の乗車経路に関わらず最も安くなる経路を自動計算する。JR 南武線八丁縄手駅のホームに設置してある乗り継ぎ用簡易 IC 改札機オートチャージサービスチャージ残高が一定額未満となった場合に登録したクレジットカードを経由して自動的に一定金額をチャージするサービスで、 スイカ、パスも双方で展開されているが、双方の駅の青い読み取り機がついた自動改札機で対応したカードであれば、スイカ事業者、パスモ加盟事業者の別なくオートチャージが可能である。このサービスはスイカ及びパスモのエリア内でのみ有効であり、スイカ、パスモエリア外での全国総合利用サービス利用時は対象外となる。また、タッチで Go! 新幹線利用時は Suica、p を問わずオートチャージに対応しない。パスも m o Suica が併記されたバス特ステッカー利用可能なバスには、出入り口にバス特、パス s ス o s u i c a またはパスも Suica ご利用いただけますというステッカーを重付している。初期の Suica カ,カードは利用できないため、読み取り機に注意書きステッカーを重付している。なお、バス車内でのチャージは Suica、p の別なく可能である。 バス特、パスもスイカのステッカーが検出されたバスではスイカ、パスも、いずれの利用でも、バス利用特典サービスに対応する。パスもスイカのチャージ額を利用して、バスに乗ると、自動的に、バスポイントが貯まり、一定ポイント以上貯まると、自動的に、特典バスチケットが付与され、次回バス利用時に、バス運賃としてパスもスイカのチャージ額に優先して10円単位で、自動的に使用される。 スイカ、パスも以外の交通系 IC カードはバス利用特典サービスに対応しない。一回 IC カードをリーダー、ライタに触れて運賃生産が完結すると5タッチで二重に運賃が引き落とされないようにそのバスが終点に到着するまで運賃が差し引かれないようになっているところもあるため複数人で使用する場合はあらかじめ申告しなければならない。 当初から、スイカショッピングサービスと、パスモ電子マネーとは共通運用がなされており、スイカパスモの各対応店舗の別なく、相互に利用可能となる。店頭でのチャージについては、スイカ加盟店でのパスモへのチャージと、パスモ加盟店でのスイカへのチャージができない例が多かったが、解消されつつある。なおスイカパスモの加盟店では、JR 北海道のキーとか JR 東海のとか、 名古屋鉄道と名古屋市交通局等のマナコ、JR 西日本の愛子か JR 九州の守護課と西日本鉄道のニモか、福岡市交通局の早川県の電子マネーサービスも相互利用可能である。スイカ及びパスモの SF 残額履歴を印字及び表示することができる。スイカの残額履歴を印字する場合は、パスモの残額履歴を表示、印字する場合は、 スイカ加盟事業者の駅も含めて直近20件までの履歴を表示、印字でき、カードに履歴が残っている間は何度でも印字できる。パスモエリアで印字する場合は、スイカの場合も含めてカード番号がすべて表示されるが、スイカエリアで印字する場合はカード番号の下4桁しか表示されない。また、記名、パスモの場合はインターネットを通じて3ヶ月前までの 履歴を紹介できる。これは記名パスもパスも定期券利用者向けの会員登録制サービスであり、スイカの履歴紹介はできない。会員登録と紹介方法については、公式ホームページの履歴紹介サービスを参照のこと。履歴委員時は、カードの種類や印字した事業者に関わらず、ほぼ同一の内容が印字される。内容は、利用月日、利用種別、利用駅、 残額である。このうち、利用駅名と利用事業者名は4文字の略称で、印字される。利用駅名の印字は、乗り換え駅や同名の駅が存在する場合に限り事業者名が、駅名に関される。この方式は、パスネットの利面印字と類似している。ありがとうございます。